学校、嫌いではないが、というかどっちかっていうと記憶のない僕のことを受け入れてくれてもらっているので好きなんだけど、なんていうか、巫女さんたちと一緒にいれないってのは少し、寂しいような気もする。友達と呼べる人がいないわけじゃないし、勉強もできないわけじゃないし、なんなんだろ。この言い表せれない感情は、記憶をなくす前の僕も、こんなにも誰かと一緒にいたいって思ってたのかな。こうやって記憶をなくす前の自分のことを考えるってことは、僕も前の自分のことを知りたいのかな。わかんないな。まあ、記憶をなくす前の自分のことなんてどうでもいいか。いやまあ、どうでもいいことではないんだろうけど。なくしたもののことを考えるより、今近くにいてくれる人のことを考えたいし。過去を振り返るのも大事なんだろうけど。僕は今のことを忘れないように、ちゃんと今の日々を記憶しておきたいし。何より、こんな僕にでも良くしてくれる人たちから離れることになるくらいなら、過去の自分なんて思い出さなくたっていい。大好きな人たちから離れるのは、記憶がないことより不安になるから、僕はこんな感情になってるのかな。よくわからないな。なあ、スバル、お前は少し自分に興味を持った方がいい。記憶をなくす前の自分はどうでもよくても、今の自分に興味を持った方がいい。まあ、寝ているスバルに言っても意味はないか。起きてます。というかなんで僕はとしこさんに膝枕してもらってるんだろ。僕はリビングでいつの間にか眠っていたらしく、今、としこさんに膝枕をしてもらって、頭を撫でられている。なんでだろうな。私ってここまでおせっかいじゃなかったはずなんだけどな。スバルと会ってから色々変わったのかもね。としこさんって元から、今みたいな感じじゃなかったのかな。でも、みこさんたちが言ってる通りなら今と変わらないみたいだけど。あれかな。僕に会ってからとしこさんは自覚し始めた感じかな。なあ、スバル。起きてるだろ。はい、少し前から。起きてるなら言ってくれよ。こっぱずかしいこと言っちゃったじゃないか。あはは。でも、確かに今の自分のことはもう少し興味を持った方がいいですかね。まあ、私が言っておいてあれだけど、無理に今の自分に興味を持てとは言わない。少しずつ少しずつ、自分に興味を持てばいい。そしたらいつかは記憶を思い出すかもしれないし、思い出さなくても今の自分のままでいられるんじゃないかな。確か何回か言ってますからとじこさんも知ってると思いますが、僕は記憶が戻らなくてもいいと思ってるんです。ああ、知ってるけど、それはまたどうしてなんだ？記憶が戻って前の自分を知るのが怖いってのもありますけど、一番大きいのは思い出してここの皆さんと離れるのが嫌だからです。それに、大好きな人たちから離れるのは、記憶がないより辛いですから。そんな思いをするくらいなら僕は今のままでいいです。と言いますか、今のままがいいです。何言ってるんだこのマセガキが。そういい僕の頭をワシャワシャするとじこさん。マセガキって、僕はとじこさんと一切しか変わらないんですよ。なのになんでマセガキなんですか。まあ、体の年齢はそうだろうけど、今のスバルの精神っていうか自我は、最近生まれたのと同じだからな。だからってマセガキはやめてくださいよ。まあ、安心しろ。スバルの記憶が戻ろうが戻らないが、一回助けた相手をそうやすやすと追い出すようなことはしないから。というか、あんまり簡単に好きとか言うなよ。恥ずかしい。ほほう、とじこは照れ屋だねー。な、大使、いつからそこに、いつからだろうね。それにしても二人は随分と仲良さそうだね。私やふとは仲間外れかな？あ、いや、仲間外れにしているつもりはないです。それに膝枕をしてもらってたのは僕が眠ってたからですから。あ、いや、私もとじこに膝枕してほしいから、とじこは私にはしてくれないのかなーって思ったんだよ。そっちですか。私はてっきりスバルのことだと思ってました。まあ、膝枕はしませんけど。春だけに膝枕するなんてずるくないかなー。ずるくないです。スバルを起こすのが悪いと思って、膝枕してただけですから。じゃあ、何か。とじこは私がリビングで寝ていたら、膝枕してくれるの。いえ、しませんけど。ほらー。私だけしてくれないってのは差別なんじゃないのかな。家族差別はダメなんだよ。差別じゃないです。区別です。なんでそんなに清々しい笑顔なんだ。年がいもなくなくよ。とじこさん、みこさんが泣くのはかわいそうです。膝枕してあげたらどうですか。スバルがそこまで言うなら。やっぱり嫌ですね。なんで、そんなのしごく簡単なことですよ。いつぞや大使が私のことをお母さんだとかなんとか言ったからです。そんなこと言った覚えしかないけど。言った覚えがあるならちゃんと反省してください。はるー。みこさんに名前を呼ばれたが、僕は何もせずに二人のことを見ているのであった。われ、すっごい入りづらいんじゃが、
自分の家でこんな気持ちになることなんてそうそうないような。まあ、いいか。どうせすぐにと事故が折れるじゃろうし。我は自分の部屋でのんびりするか。